スキーブーツの選び方がわからなければ、この中から自分に合ったブーツを選ぶということは非常に難しいかなというふうに思います。皆さんこんにちは、M ザスキーサロンの吉田正弘です。今回は正しいブーツの選び方についてお話ししたいと思います。以前正しいブーツの履き方について M ザスキーサロンでご紹介させていただいておりますので、そちらの動画も合わせてご確認いただけるとより効果が高まると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ブーツを選ぶ上で最も重要なことは実寸の足のサイズをしっかりと測るということです。自己申告でブーツを選んでしまうと、例えば 26.5cm のブーツをくださいと、スタッフさんが 26.5cm のブーツを持ってきます。自分ではぴったりのサイズだと思うので、お店でこのように履いて、よし痛くないなということでゲレンデに行くと思うんですが、スキーを滑るときは傾斜を下るスポーツですので、立ったときに痛くなくても、大きすぎた場合この傾斜で足が前後にずれてしまったり横にずれてしまうことで痛みが生じるケースがあります。ブーツが痛くなったので買い替えますとなるときに、またサイズアップ、またサイズアップと。ですが実際にはいくらブーツサイズを上げていっても足はいつまでたっても当たってしまいます。本当に大切なことはしっかりと実寸を測っていただいて、その実寸を目安にブーツサイズを選んでいくと、これが非常に重要となります。実寸を測っていただいたら、その実寸を目安に足のサイズ、足の成長が止まっている大人の方であれば、その実寸からプラス1センチ以内を目安に選んでいただけると良いかなと思います。また成長期のお子様であれば1センチで選ぶことができればもちろんベストですが、1年、2年、3年使いたいというケースが出てくるかなというふうに思いますので、1.5 センチから2センチぐらいを目安に選んでいただけると良いかなというふうに思います。当然ブーツの中のサイズ少し大きくなりすぎてしまうので、中でサイズ調整用のインソールを入れたり、しっかりとフィット感を増すような工夫が必要になるかなというふうに思います。もちろん初年度は少し動きづらいかもしれないんですけれども、何年か使いたいなという方に向けたアドバイスですので、ベストはやはり1センチ以内、これを目安にまずは選んでいただけると良いかなというふうに思います。はい、そして以前正しいブーツの履き方の時にもご案内してるんですけれども、こうしたロングソックスですね、長い丈のソックスを使用することをおすすめしております。これが短い丈であったり少し緩い靴下になってしまうと、履くたびにその靴下の位置や溜まり方の位置によって当たり方や痛みの出方が変わってきますので、ある程度きちっと体にフィットするもので長い丈のソックスですね、これをしっかり履いた状態でブーツ選びも行っていただけると非常に良いかなというふうに思います。はい、ここまでご案内した、まずは実寸の足のサイズを測るということと、ロングソックスを使用すると、この2点しっかり徹底していただいたら、早速ブーツ選びに入っていきたいなと思います。本日は石井スポーツ札幌店にて撮影のご協力をいただいておりますが、スキーブーツですね、実際にこのようにたくさん並んでおります。スキーブーツの選び方がわからなければ、この中から自分に合ったブーツを選ぶということは非常に難しいかなというふうに思います。このように同じような見た目であっても、上にあるブーツと下にあるブーツですと非常に違いがあります。こちらはラングというスキーブーツメーカーですが、例えば上にあるモデルはまず一つフレックス、ブーツの硬さですね、これが130というモデルです。反対に下
下に下っていくにつれて120、100、110もありますね。それから90と、この数字が小さくなればなるほどブーツそのものが柔らかいという表現をします。こちらがフレックス90、こちらが130ですね。90の方が柔らかいブーツで、130の方が硬いブーツというふうになります。上級者の方が滑っている時にはスピードが当然速く出ますので、足元にかかってくるプレッシャーや圧が非常に強いものとなります。その時にブーツが柔らかくなってしまうと、強い圧がかかってきているのにブーツで受け止めることができないので、滑りが潰れてしまったり、足が思った以上に入ってしまったり、こういうことが起きてきます。反対に初心者の方が硬いブーツを履いてしまうと、まだスキーやスキーブーツに慣れていないのに思った通り身動きが取れないため、上達の妨げとなってしまいます。ですので、柔らかいスキーブーツで自分の思ったタイミングで足を動かしたり、体を使えるような柔らかいブーツを好む傾向にあります。男性であれば中上級者でこのフレックスが120前後、女性であれば中上級者でこのフレックスが100前後ですね。こちらを選んでいただけると間違いなく使っていけるかなというふうに思います。反対にそれぞれ初心者の方はこのフレックスが100を切るモデル、100を下回るモデルがありますので、そちらを選んでいただけると柔らかく使っていくことができます。それからフレックスの他にもう一つ選ぶときに大事な目安となるのがラストと呼ばれるブーツの幅ですね。これはメーカーやモデルによって測り方が若干異なってくる場合もありますが、ブーツの横幅が狭いモデルの方がよりハイスピードの時に操作性が高いです。ですがそんなにスピードを出さない方はきついブーツを選んでしまうと、これもまた身動きが取れなくなってしまうということになりますので、比較的横幅が広いモデルを選ぶ傾向にあります。またモデルによってこのように130、フレックス130に対してラスト足幅が 97mm というモデルから、同じ130の幅広バージョンですね、足幅が 100mm ありますよというモデルで2タイプ出してるケースもございますので、ご自身の足の形状や用途に合わせてお選びいただけると良いかなと思います。このラスト幅ですが、一般的な数字としては中上級者の方は 98mm 前後というブーツが非常に多いです。これよりも広いモデルは比較的ゆったり使っていただけますし、タイトなブーツはより上級者モデルというふうになりますので、目安としてご覧になってみてください。今回は正しいブーツ選びということで、まずはフレックスとラスト、この2点を中心にご紹介させていただきました。まだまだ現代のスキーブーツは特殊な熱加工の仕方やいろいろな機能を持ったスキーブーツがございますので、今後もいろいろな形でご紹介していきたいというふうに思いますので、今回まずはご案内したフレックスとラストです。これを目安にご自身の用具選びの参考にぜひしてみてください。